もうちょっと上に。今日はラストです。前髪がいつもと違います。よし、ルームズの動画と写真マジ良すぎ、可愛すぎ、本当に良かった。初めてあの動画をちょっと出しました。どんな動画がいいかなって思ったんですけど、違う、写真がいいかなと思ったんですけど、あれはちょっと違うバージョンはちょっとツイッターで載せます。いや今載せ、いやどうしよう。これから何をするかというと、何もしません。よいしょ。何をするかというと、スイカを食べます。スイカ。ちょっと待って、いただきます。うわ、めっちゃうるさ。プキさんの三つ編み大好き、マジキャワ。なんか今までね、配信の時しか三つ編みをしてなかったんですけど、最近は外に出る時によくします。ダンサブルさんの見学に行った時も三つ編みで行きました。テンション上がってたから。30日昼夜両方当たった、やっと会える。うわー、やったー。今日スイカの日？あ、そうなの？たまたまです。森竹ちゃん、かき氷とソフトクリームありがとう。しげやんさん、だるまありがとう。ありがとう。よいしょ。この服かわいいでしょう。ちょっとこの、初告白、エビが大好きです。え、そうなの？一緒じゃないか、一緒じゃないか。30日やるの楽しみにしてる。え、マリナちゃんも当たった？みんな来るじゃん。30日は夜公演当たりました、やった。みんな来る。かなたさん、ハートありがとう。商売さん、アイス食べてありがとう。次郎さん、風呂敷と花束ありがとう。マリナちゃん、ハートありがとう。次郎さん、かわいいありがとう。かなたさん、かなたさん書いてないよね。ありがとうございます。やばい、またオレンジ。オレンジじゃなかった、ピンクだった。ここで、よいしょ。ヨークマさん、ハートありがとう。赤毛のすみほさん、ハートありがとう。三つ編み似合いすぎてキュン。
休止する。今までは配信の時しかしてなかったけど、最近は普段もしてる。ちなみに今日はエビ天うどん食した。うわめっちゃいいけど、私エビ天食べれない天ぷら食べると胃もたれして食べれない。ともみハートありがとう。キンキンさん、ケンライトありがとう。赤毛のすみほさん、だるまありがとう。キンキンさん、ソフトクリームありがとう。公演の時とメイクって違いますか？公演の時はもう 100% 全てがメイクさんなので、メイクさんによって違いますね。あと研究生なんで、こういうキラキラを入れられないから、あとリップもこの濃いのがダメなので全然違うかな。でも私あのカラコンをしてないから目そんなに変わる。あでもまあアイラインがねめっちゃ短いんですよ。もうこんぐらいしか引かれない、ピッしか引かれないんで、ほぼすっぴんみたいなそうアイシャドウもめっちゃ薄いからもうほぼすっぴんみたいな感じなんですよ。であと私とかテンナとかレイナとかホノピーとかの髪型ってここをね思いっきりこうやって釣られるんですよ。でこうやって押さえるんですね。こうやって目尻をこうやって押さえて髪の毛をグッて上げられるんですよ。でもなんかこれがね弱い日とかやる気がない日、これがやる気がない日はもうめっちゃ釣っちゃうんですよ。だから手なしだったらめっちゃこんなになる本番。手なしだったら、手をこう押さえてなかったら これで公園出る頑張って押さえてこれぐらい釣ってるから多分本番だからね、釣り目になっちゃうのよ。だから昇格したらあの上げる髪の毛はやりたくないそう、でもあの髪型可愛いからちょっと葛藤だよね。赤毛のすみほさん、だるま100個ありがとう。横のメッセージいつ見れますか？これは、最終日までお預けです最終日までお預け。多分めっちゃアップしても見れないと思う。まあ書いてあるっていう事実は。ちなみにあの赤毛のすみほさんに書いた手紙にね、なんか願いを書いたんですよ。願いを書いたんです。これあの叶いますこれあの30日からあの叶います。はい、こうあることを書いたんですけど、実はここにまた劇場で会おうねって書いてあります。これでも30日会えます最終日に出します。写真は付箋が左側にも増えててすごい。明日明後日で埋まるかなね。マジで埋まりそうだよね。でもここもさ、これもあるからこの辺までにしたいんですよ、できれば。次こっち貼ってこうかなこことか。さゆきがゆきの前世エビじゃないかってくらい食べてたって言ってたで。秘密。マジで私の体の半分以上はエビでできてる気がする。今日は、あ、今日も食べた。今日昼にも食べて夜にも食べた。どっちも違うやつ、違う料理で。部長さん、かき氷どうぞ。10個ありがとう。赤毛のすみほさん、ハートありがとう。あ、イルカさん、タコありがとう。やっちょさん、かき氷ありがとう。レイさん、ラブレターありがとう。焼き鳥先生、ハートありがとう。イッチーハートありがとう。かっぱえびせも好き。かっぱえびせはあんま食べないかな。なんか私お菓子はめっちゃ好きなんですけど、一定のお菓子っていうのかな、なんか決まったお菓子しか食べないんですよ。これめっちゃ落ちてた。そう、いろんな種類を食べるっていうかはなんか一個ハマったらそれしか食べないので、今は確実にサラダホープですね。の枝豆味。
赤毛のすみほさん、かき氷ありがとう。1日2回も配信見れて嬉しい。朝仕事行くときと仕事終わって寝る前に見れて幸せです。よかった、それはよかった。明日は令和の初日ですね。皆さん見に行きますか？見に行ってください、お願いします。世代交代前夜公演来てください。私は出ません。私は30日です。やばい、久しぶりすぎて絶対に忘れてるので明日練習します。はい、やっさん、あ、かき氷どうぞ10個ありがとう。え、アイス食べても10個ありがとう、ありがとうございます。ノアノアさん、かき氷ありがとう。母ちゃんさん、かわいいありがとう。スイバルの赤 T さん、花束ありがとう。明日は愛華さんのうちを持っていきます。喜びます、喜ぶと思います。サラダホープは関西では売ってないよね。売ってないかな、多分。だからあのネットでお願いします。ネットなら買えるんじゃないかな。この時間しか見れないからよかったよ。あ、そっか、そうだね。明日も多分これくらいの時間にやると思います。公演終わりに配信で見守ります。星投げ2周5週間で終了、おやすみなさい。あ、外れ、外れだ、外れだ。え、10連外れだ、外れ、当たってくれ、当たれ外れだ、当たれ、外れだ、当たれ、外れ、これ当たるの、これ外れ。チーフさん、ソフトクリームありがとう、外れ。ヨークマさん、ハートありがとう、外れ。ヒデさん、ソフトクリームありがとう。え、どれだけあるのこれ、どんな、どんだけ続くこれ、外れ。あ、終わった。ちょっと待って、めちゃくちゃ外れてたけど、最悪、ミュート、またミュート解除してなかった。風がね、鼻の風なんです。そう、みんな休憩、結構みんな鼻声だから、ちょくちょくミュートにしてめっちゃ鼻かんで、でミュート解除を忘れるっていう一連の流れ、いつもの。テイテイさん、ハートありがとう。つんちゃん、かき氷ありがとう。くぼちゃん、くま、ありがとう。部長さん、アイス、ありがとう。たっちゅんさん、かき氷、ありがとう。お、ともたんさん、かき氷、どうぞ。10個、ありがとう。やっさん、かわいい。10個、ありがとう。ていていさん、ハート、ありがとう。え、このくま、くまじゃない、この、あの、はずれ、外ればっかりの人は何だったの？誰？どこにある？あれは何だったんだ？ないけど。
ポストさん、ポストさんか、ありがとう、ありがとうございます。たくみんさん、ソフトクリームとかき氷ありがとう。くぼちゃん、ラブレターありがとう。たっちゅんさん、かき氷の旗ありがとう。たっちゅんさん、ソフトクリームありがとう。リコピンさん、かき氷ありがとう。ていていさん、かき氷ありがとう。北野大地さん、青いありがとうございます。のとさん、だるまありがとう。くぼちゃんラブレターありがとう。リコピンさんで名前書いたかな。リコピンさん書いてないかな。なんか落ちてる時もあるんだよな。書いてないかな。リコピンさん、かき氷ありがとう。書きます。やばい、スイカ1個しか食べてないし、ペンないし、これでいいや。リコピンさん、リコピン、あとはポストさん、あれどこ行った。え、なくなることなんてある。あれ、あった、三角座りの下のとこにポストさん。ポストさんの、うわわわわ、貼っときます。ここに、タッチュン、イルカさん、タッチュン、ハート、ありがとう。コボちゃん、ラブレター10連、ありがとうございます。と、イルカさん、イルカさん、よいしょ、イルカさんとリコピンさん、イルカさんとさん、よいしょ、ヨークマさん、ハートありがとう。当たり出るか挑戦してみようかな。当たり、まだ私の配信で1回しか出てない。ミキノにはぜひ神戸のランウェイ歩いてほしいな。神戸はツンちゃんの地元だし。そうなんだ。へえ、神戸行ったことないです。神戸行ったことないな。あ、外れ。外れ。ありがとうございます。でも、みんな挑戦じゃん。いきほのかさんの配信当たりめっちゃ出てたんですか。もうそれは私の運が悪いと思います。もうか、いきほのかさんのファンの方がもうマジで強運の持ち主ばっかりか。神戸素敵な街だよ、ぜひ来てください。本当にね、ずっと行きたいと思ってて、でも前回のショールームイベントでも行けなかったから、ちょっとマジで神戸までで行きたい。わ、ポストさん、レインボースターありがとう。あれ、2個、え10連2個、ありがとうございます。タッチュンバラありがとう。ちょっと英語読めません。04番、04番さん、なんかメイクなんかコスメみたいですね。04番さん、これはかき氷ありがとうございます。めっちゃコスメの配信みたいになったけど、わ
ワッピミンさん、かき氷ありがとう、タッチュンハートありがとう。ありがとうございます。くぼちゃんラブレターありがとう、タッチュンハートありがとう。みょんみょんさんこんばんは、ありがとうございます。ね、神戸でねライブしたいですね。名古屋と大阪と東京はあるけどね、コスメみたいだよね。04番さん04番です、アイシャドウパレット04番です。かき氷じゃない、スイカ全然食べてないしさ、時間やばいしさ、もうどうしよう、どうすればいいんですか。私は食べたいです。うますぎ、マジでうますぎ、やばい、革命が起きてる久しぶりにさっき食べてから時間経ったからマジでうまい。でも種がちょっと厄介種が多すぎてマジでイライラしてくる今日は自家製スイカといただいたよ。すごい、私も小学生の頃に学年でスイカ育ててました。くぼちゃんラブレターありがとう、さんさんだるまありがとう、ともみかき氷ありがとう。30昼夜当たった、わっさすがさすが。30日の夜公演は配信の最終枠が終わったあとの公演なのでちょっと緊張しますね誕生日します。13位リルピさんありがとうございます。12位トンビさんありがとうございます。11位イルカさんありがとう。10位タッチュンありがとう。9位トモタンさんありがとう。8位部長さんありがとう。7位母ちゃんありがとう。6位北野大地さんありがとう。5位レイさんありがとう。4位赤毛のすみほさんありがとう。3位やっさんありがとう。2位くぼちゃんありがとう。1位ポストさんありがとうございます。よいしょ、うわ、明日の配信まで決まってないのでまたツイッターに載せます、見てください。
1位ポストさんに久保ちゃん、3位ヤスさん、ありがとう。めっちゃフォワードード来たな。ありがとうございます。ちょっと一瞬置きます。ありがとうございます。痛い、お尻痛い、痛い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 、床と相性悪い、めっちゃお尻痛いよ。あとちょっと56分、ありがとうございます。ジージも寝ます、軽い熱中症、大丈夫。それは大丈夫なのかい。大丈夫じゃないよね。休んでください、ゆっくり。明日もこの時間希望。明日ね、多分やると思います。9時半から10時か、9時から10時やると思います。あと朝は6時半からとかかな、多分6時半とか7時とかその辺でまたやります。星なかったからカウントだけ、ありがとう。頭の形がコンプレックス、微妙に順位変わった。嘘、マジで。久保ちゃんハートありがとう。サンサンだるまありがとう。明日はいつもほど見れないかもだけど応援するよ、ありがとう。1位くぼちゃんになってるね。書き直します。最後ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、みんな配信来てくれてありがとう。また明日お願いします。明日やっさんかわいい、ありがとう。 10個ありがとうございます。明日6時半から7時、どうだろう、私何時からするかわかんないので、朝8時とか9時からかもしれないです。こよりんが公演なので、そう、午後できないからこよりんが朝多分やるので、こよりんに譲って私が多分午後にするのかなって思ってます。また D チームで話し合います。バイバイ。ポストさんかき氷ありがとう。バイバイ、みんなスイカ食べて、さよなら。